やばい、使ってみてきた。ネオンの使ってみてきました。ちょっと見ます。とりあえず、うわ、パワーオーラめっちゃかっこいい。パワーオーラめっちゃかっこいいな。ちょっと待って、とりあえず、捨てみて、やば、ステータスは？いやいや、ちょ、え？これやばい。リバースモードもやばい。パワーがどうなっとんねん。あ、待って、優勝優勝優勝。こっち。ハローモード見たいよね。なにこれ、どうなってんの。なんかちっちゃい、グロースフィアみたいのが、もう画面上バーっていってんのよ。え、なにやばい。え、こう追従してるのかな、一応。追従してるっちゃしてんのか。ネオにこう当たったキャラにこう追従してくんだけど、結構その追従、やばくねこれ。やばいって。ごめん、ちっちゃいグロースフィアみたいのが、なんか、ブワーってなってる。え、やばい。26の極が、26の極が壊れてる。マジで？嘘、やばい。め、そんな入る？マジ？これはやばい！マジかよ。いや、正直ね、アンチ魔法陣、原則界、バリアの3つのギミックで、しかも反射でしょ？どうなるのかなって思ったんですけど、これめっちゃ強えわ。で、貫通化できるし、6ターンに一度。うわ、これは強えわ。なんかね、その追従型拡散弾だっけ？パンドラとかのやつよりも、なんか、結構雑に当たっても強そうですよね、これね。マジか。これ26の僕いけんの、ね、やばいだろ、これ。マジで。うわ、これ強えわ。ステータスは？ステータスみたい。あ、捨ては低いな。捨ては意外と低めかな。うん。って感じっす。ちょっと待って、やばい。やべえっす、これ。リフレクションリングやべえわ。まあ、今とりあえず見たんですけど、見終わった感想としては、ネオに当たったキャラの周りに、こう、なんか、ちっちゃめのグロースフィアみたいなのがバーって出て、つえ。欲しいな、これ。26の国がね、あんなに壊れるっつうか、友情コンボがあんなに入るかっていう。いやー、とりあえず、ネオの使ってみてみましたけども、これ強いっすわ。うん。なんか3アビ？アンチ魔法陣、アンチ原則界、バリアだけでも全然戦っていけるぐらい、強いと思います。はい。ということで、今回の動画は、ネオの使ってみたっていう動画でした。はい。ご視聴ありがとうございました。やべえな。